皆さんこんにちは。私は東京都農林水産振興財団奥多摩魚養殖センターの高橋と申します。採卵小マメの有効利用を図るというテーマでお話しさせていただきます。発表の内容としましては1取り組みの背景2取り組みの内容3今後の取り組みとなっております。それでは 始めさせていただきま,すまずご存知の方もいるかと思いますがヤマメという魚について紹介させていただきますヤマメは渓流の代表的な魚でその美しさから渓流の女王と呼ばれています北日本のヤマメの中にはサケと同じように海へ下る魚もいてその後 産卵のために再び川へ登ってきた大型の魚はサクラマスと呼ばれています海に下らないヤマメの体長は30センチ程度で海に下って大型化するサクラマスの体長は50センチから60センチほどになります東京都の多摩川水系ではアユ同様に河川遊漁を代表する魚で 毎年発岩三37万流、稚魚生魚合わせて35万尾が放流されています。また多摩地域の養殖業における主な魚種でもあり当センターから毎年発岩卵40万流、稚魚4万尾を業者などへ配布し山間地域の重要な地場産業を支えています。 それでは取り組みの内容についてお話ししたいと思います。まず、取り組みの背景です。当センターでは、イワナ、ヤマメ、ニジマス、オクタマヤマメの4魚種を対象とした種苗生産を行っており、卵や稚魚を河川の漁業協同組合や養殖業者へ配布しています。 今回の発表の対象魚種であるヤマメは卵を取った後に死んでしまうので当センターでは毎年約2.5トンのサイランゴヤマメを焼却処分していました SDGs の観点や処分コストの削減のためサイランゴヤマメの有効利用を検討するということが本取り組みの目的となっております 取り組みの内容です。有効利用の検討にあたって、まず、ヤマメの肉質に適した利用方法の選定を行いました。表は、ヤマメの肉の成分分析結果を示したものです。通常のヤマメと比較して、採卵後のヤマメは水分が多く、脂質が少ないという特性を持っていることがわかりました。 ヤマメの特性が水分が多く脂質が少ないということが分かりましたので次に利用方法の候補を考えます練り製品燻製魚醤や缶詰を候補として挙げましたそこに設備投資や添加物等の生産コストを低く抑え製造が簡単なものという条件を考慮したところ 練り製品が適当と考えられ、練り製品の開発を進めていくこととしましまた練り製品の開発を具体的に進めていくにあたり加工品にした際の硬さやしなやかさといった特性を把握することが必要なため専門機関である東京都立産業技術研究センター食品技術センターと共同研究を行いました。 当センターで加工したヤマメのすり身を食品技術センターに送り硬さを示す破断強度としなやかさを示す破断凹みを測定しました方法はすり身に塩を加えて攪拌したものを40度50度60度80度90度で30分間または60分間加温して ゲルを作成し測定を行うという形をとりました。その結果破断強度は80度で最も高く破断凹みは全ての温度帯ですり身原料として一般的なスケトウダラの数値目安よりも高いことが分かりました。そこからヤマメのすり身は 竹ダラのすり身以上の弾力を持つ高級品とみなせることが分かりましたまた温度帯による座りや加熱時に弾力が極端に減少する戻りが少なく80度でも弾力を維持できるため水産練り製品に適することが分かりました次に商品化に向けた取り組みをご紹介します 前のスライドでご説明した設備投資添加物などを低く抑え製造が簡単なものという条件を考慮し揚げかまぼこの試作を行いました採卵後のヤマメを切り身にし魚肉に調味料を加えながらフードプロセッサーで裁断・攪拌をしましたそうして出来上がったすり身を成形し 油で揚げて揚げかまぼこを作成しました次に試作した揚げかまぼこが商品として成り立つのかを把握するための試食アンケート調査を実施しました本調査を実施するにあたり地元の奥多摩町と奥多摩観光協会に協力を仰ぎ観光協会加盟の84店舗を対象に 2021年12月9日から17日の9日間実施しました色つや香りうまみ塩味甘味歯応えのアンケート項目で86%から97%が「良いやや良い」と回答し高評価が得られました次に 揚げかまぼこを取り扱っても良いと思うかというアンケートに対し回答のあった7割近い店舗が取り扱っても良いと思うと回答しましたまた今回の試食アンケートでは提供していない冷凍すり身を取り扱っても良いと思うかという項目に対しては5割近い店舗が取り扱っても良いと思うと回答しましたここから、 試食アンケートで非常に高い評価を得られ揚げかまぼこやすり身の需要は大いに期待できると考えられましたなお高評価が得られた一方でより良い製品とするための検討実行も見えてきました今回の試食用サンプルはヤマメの肉と調味料以外何も添加していなかったのですが わさびや柚子などの食材を混ぜたら良いのではという意見を得ることができましたまた歯応えが硬い見た目にヤマメらしさや特徴がないなどの意見もあり揚げかまぼこの食感や味付けなど今後さらに検討していく必要があります最後に今後の取り組みについてお話しします まずは、商品力の向上として、商品に高い付加価値を持たせるための、ヤマメを利用した食材としてストーリー性を持たせる。製品の弾力のレベルを確定する。わさびや柚子などの奥多摩ご当地食材を添加し、より一層の独自性を打ち出す。切り身加工の際の頭や骨などの、 加工残差の有効利用技術の開発といったことに取り組んでいく予定です。また商品が地域振興の一助となるための販売体制構築として製品の生産コストと販売収益の試算を行うとともに地元の自治体や漁業協同組合などの関係機関と連携し令和4年度中に 試験販売を開始予定ですなお、今回開発した製品については、すでに複数の飲食店から引き合いをいただいており、相当量の需要が見込まれています。将来的には、養殖業の収入増につながる一手段となるよう、今後も取り組みを継続していきます。発表は以上となります。 ご視聴ありがとうございました。